皆さんこんにちは。昨日注文したクワガタの幼虫がもう1日で届きました。で、段ボールにはもう最初から穴が開いてたんですけど、中は問題ありませんでした。で、結局注文したのはカブトムシのクワガタの幼虫のセットと、あとは、後でご飯になるボトルもう一本、大きいのを一つ買いました。概要欄にリンクを貼っておきます。で、今日はまだ土に寝かせて、明日、白いそのボトルの中に移したいと思います。で、ちょっとびっくりしたんですけど、前回は2センチぐらいの大きい幼虫が届いたんですけど、今回はもう本当あれ入ってないのかなっていうぐらい小さくて、本当小指の爪ぐらいのサイズで、小さいのでちゃんと育ってくれるといいなと思っています。ではまたご連絡します。